イブワオミュージックを聴きの皆さん、こんばんは、ウアです。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会ワオミュージック。今月は私がこの番組を担当してまいりましたが、本当にあっという間です。大変刺激的で、今後の活動に感化されていくと思っております。そんな6月ラストのワオミュージックは、菊池成吉さんをゲストにお迎えして深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。人間的にも特別な魅力のある方だと思います。今日はどんな表情を見せてくれるか楽しみです。J-WAVE WOW MUSIC、 今日は菊池成吉さんをお迎えしております。はい、こんばんにゃ。こんばんにゃ。あの、私の記憶によると2003年に、はい、あのウーアとしてブルーノートに出させてもらった時に、そうそう、お声掛けさせていただいて、雑誌の企画ね、うんうん、昨年もブルーノートで 2days で4セットライブをさせていただいて、はい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 、ついこの間のことですね。ついこの間に感じます。そうですね、はいはい、楽しかったですね。楽しかった。なんか燃えました。今日は私の方からいろんな話を伺っていきたいという、はいはい、あらま。でまずは音楽的なルーツ、はい、というとこから、はいはい、うん、生まれたとこから行ってみたいなと思って、生まれたとこから一番若い記憶は平均的だと思うんですけど 3,4 歳ですね。どういった感じの風景で、店、うちが水商売だったんで、店の中の風景とか、海の方の母親が、はい、あのしょいこ、はい、しょいこで、僕のことしょったまは店の切り盛りしてたんで、はあ、だからこうしょわれてる女のこう肩からこう見る、そうですね、お店の風景、はいはい、そこに音楽はかかってたんでしょうか。水商売なんで、ね、有線がかかってました。有線が、はい、やはりザ演歌の演歌とかムード歌謡とかですね。ムード歌謡、ちょっとジャズめいた昭和歌謡みたいな、なるほど、家のね両脇の映画館だったんで、ガキだから泣くでしょ、はい、とお客様に迷惑がかかるってんで、僕が泣くと止まんないから、両脇の映画館に避難するんですよ、はい、なんでかっていうと、あの僕が映画館に入ると泣き止むから、あ、落ち着いてたんですよね。落ち着くの、映画館が、映画館がめちゃめちゃ落ち着いてたの。あら、ちょっと映画館って、テレビよりも音でかいじゃないですか。そうですね、なんて言ったらいいんですかね、ライブハウスよりクラブに近いってことさ、だから映画館のスピーカーってでかくて、はい、人の顔もでっかくっつってる。何もかもがね、特に 3,4 歳児の目から見たらものすごくでかいですよね、で音楽もセリフやさ、当時の日本映画の映画音楽ってやばいんですよ、はい、それがルーツかもしれないですね。自発的に音楽に興味を持ち始めた頃に聴いていた思い出すアーティスト、自分から受動的にっていうのはずいぶん後になってから、ずいぶん後ですね、ずいぶん後になってジャズ聴くようになってからですね。中学入学するときに、はい、親父がなんか記念になんか買ってやるっつって、僕その時、はい、映画監督になろうと思ってて、8ミリカメラ買いに行こうと思ってカメラさん行ったら休みで、隣が家電、あのオーディオのお店でね、家電の、うん、てか特にオーディオに特化したお店で、はい、まあしょうがないから入るかって感じで入ったんですよ。時間つぶしに入ったら、はい、視聴させてくれて、生まれて初めてね、あのオーディオセットでヘッドホンで音楽聴いて、バーンってやられて、音ってこんなすごいんだと思ってめちゃくちゃびっくりした。中学入学時ですよね。そうです。まだこのジャズの字の字も来てない感じがするんですけど、うん、どこからなんですかね。オーディオ買うじゃん、でオーディオ買ったらね、バイナル買わないとダメじゃないですか。そうですね、でバイナル買わないとダメだってことが分かって、でそれも買ってやるって言われた。あ、本当、うん、1枚目は、ね、1枚目を買ってやる、うん、あ、うんうんうん、同じ店で売ってるから。あ、そっか、レコ屋が電気屋なんで、でそこで1枚買ってやるって言われて、はい、選べないじゃないですか、うん、で2枚組が得だなと思ってマイルス・デイビスの Get Up With It ってアルバムがあって、これ2枚組なんですよ、はいはい、で Get Up With It 買ったんですよ、マイルス。あ、もう嗅覚でマイルスにも最初から行ったんだ。そうそう、でターンテーブル乗せて聞いたらやばいなと思って、それから中学入学するときに。そうですね。続きまして、はい、楽曲の制作の方を具体的に伺っていきたいと思うんですけど、はいはい、どんな流れが今んとこパターンであるのかしら。いや、変わんないですよ。変わんないですか。ピアノか PC、 ただ PC は自分で、音楽用の PC は一切動かせないんで、はいはい、誰かあの右腕が必要で、右腕の、うん、要するにマニュピュレーターと言われてる人のうち行って、
つくんですけど、はい、でその右腕の方は結構その作品作品で変わるんですか？あ、まあ、いっぱいいるんです、いっぱいの、うんうんうん、決まった人とやってね、ジャンルによって変えるという感じですか？はい、そうですね、ジャズの時だったらこの方とか、そうそうそうです、そうです、う作曲っていうことだけで言えば、はい、ジャズはピアノでできます僕は、だけどピアノからベースライン書いたりさ、ドラムのパターン書いて、うん、メロディー書いてっていうよりも、うん、で今はデモ聞かした方が早い時代じゃないですか、だから一回それを生演奏のシミュレーションで、今もう PG もすごい発達してるから、これ本当に生じゃないのってぐらいのクオリティーいくんですよ、だからデモを作ります、その時はあの PC 通りますけど、じゃあその、まあ、ジャズに限らずですけれども、はい、その生じゃないのっていうぐらいの精度がある中でね、はい、生音であるとか、はい、人力であるということと、その打ち込みとか、はい、性能のいいもの、その音とのこうせめぎ合いっていうか、はい、そこら辺は今現在どんなバランスで取り組まれてるんですか？あんまり意識してないとか、昔最初から機械の方がいい時とか、人力の方がいいこともあるじゃないですか、うん、もうその楽曲によっていい方をただ選んでると、あとは、まあ、今も混ざるのは当たり前なんで、うん、混ぜたりとか、うんうんうん、まあ、一貫した自分のなんかポリシーは特にないってことですよね。ないですね、はいはい、僕はノンポリです、そこがノンポリ、そこの点はね、うん、なるほどね、はい、じゃあ今度はあの作詞の方なんですけど、たくさん手掛けてらっしゃいますよね、はい、作詞するの大好き、いろんな世界の言葉に変えられたりすると思うんですけど、うん、はいはいはい、割合と多い、まあ、テーマってあるんですか？テーマはね、はい、多いっていうか2個しかなくて、恋か宗教、はい、恋か宗教、うん、なるほど、はい、それは似て非なるものですかね？まあなんていうか、単に他にテーマがないんですよ、うん、ポップソングで社会がどうこうとか、なんかないの、もうポップソングって恋か宗教、うん、僕がやるのはね、他の人はいろんなことやるでしょうけど、でも恋ってのはよくわかります、本当に多いですよね、はい、まあラブソング用のもんですね、うんうん、ポップソングってね、うんうんうん、最近はなんか歌詞はなんか書かれていますか？ソロアルバム作ろうと思って、ポップスの、ジャズじゃなくて、ジャズサイドも散々やったんで、歌もんのポップスのソロアルバム作ってないと思ってて、それでなんか少しずつ少しずつ歌詞書いてますね。あ、そうなんですね、それでまあ詩につながることとして、まあ、執筆活動ですよ。はいはいはい、うん、物書きでもあります、はいはいはい、今現在どれぐらい連載をされてるんですか？紙の連載ないからウェブだけですけど、でも2つだけですよ。うん、はい、じゃあそれは執筆活動と何かこう差異ってあるんですか？歌詞を書く時の書く体制と執筆をするという、その文章を書くっていうのとの差異は全く関係ないですよ。関係ない、歌詞能と散文能は全然違うんで。あー、やはり、違いますね。文語的なものって歌詞になりにくいと私思ってたんですね、はい、まあ、思い込みだったんですけど、やはり歌詞にふさわしい言葉っていうのは広いですけど、それなりに限られてると思ってたんですけど、はいはい、私その辺がもう最近全くなくなっちゃって、はいはい、何でもその気になったらリリックになるんだっていうのは、やっぱりこうラップの影響が大きいのかなとか思うんですけど。あ、そうラップめっちゃお好きじゃないですか？めちゃめちゃ好きですよ、めちゃめちゃ好きですよ、うん、その執筆した文章がこうそのまま歌詞に近い状態っていう感覚はないんですか？ラップのリリックの話が入ってくると、うん、第三項っていうか、うん、今あのカオルさん言った通り、うん、それまでの、歌詞っていうのと執筆する文章、エクリチュールとね、あれっていうのの間に入ってくるから、その話しちゃうと根本的になっちゃいますけど、確かに繋いでますね、あれは。うん、だそういう意味では声を大にしていないんですけど、ラッパーの端くれでもあるんですけど、あとリリック書くでしょ、はい、あとそうリリックはね、中間ですね、歌詞能と散文能の中間にあります、ね、あ、やはり、でもね、ヒップホップのリリックも歌詞と同じで自由なようで制限多いんで。もちろんね、うん、テーマとかもそう、うん、だから散文能を使うとヒップホップのリリック的にも広がるし、ラブソングボキャブラリーも広がりますね。僕は SSW の人みたいに個人的な経験を入れるってこと絶対しないんで。本当ですか？本当本当。でもリアリティどうやって出すんですか？あんまり必要ない、ね、リアリティ必要ない、うん、あの全部ノベルなんで物語作るのが好きなんですよ、ただ自分のこう今例えば失恋して傷ついてることを言葉にするとかさ、それを歌に乗せてとかさ、まあ、恥ずかしいですもんね。そうね、恥ずかしいとできないですね、よく皆さんやってるなと思って、でもほら自分の経験がまあ自動的にあのリフレクションしちゃうというか、それはあるじゃないですか。それは入ってきますよ。要するにあれですか、過去だったりするといいというか、その落ち着いたものであれば使えるけど、はい、もう right now のいろんな恋のことをすぐに吐き出すのはないっていう意味ですか？ダイレクトじゃなければ別に今のことでもいいんですよ。
うん、ダイレクトに、例えばダイレクトの時間帯をどのぐらいに設けるかによりますけど、例えば去年失恋した、おととし恋に落ちたとしますよね、はいはい、もうそのくらいだったら、あのそれを今年書くと、うん、物語の中に入ってきちゃうと、そのぐらいだったら別にいいんですけど、まだその問題にかか心的にその問題にかかってる状態でそれも死にしちゃうっていうことはできないです、うん、アメリカの方とかそうね、病句でさえそんな時あったですもんね。病句は私小説ですよね、結構ね、うん、インタビューで必ず聞かれるんじゃないですか、 SSW の人って、あのこれって経験ですか、ご自分の経験ですかとか、なんとかで違いますとか、そうですとか答えてるね、年がら年中あそうか、うん、やっぱ世界とポップスっていうのは常にね、好意がね、つきものだということでしょうかね、うん、そうですね。続いては現代の音楽シーンについて、はい、ね、はい、語れたらなと思ってるんですけれども、はいはいはい、80年代から活動ということで合ってます？合ってます、合ってます、うん、で大学でね、はい、先生いっぱいされてて、もうやってないですけどね。あそっかそっか、うん、コンポーズ作曲を教えてらっしゃるわけですよね。いや作曲は教えてない、和声進行とリズムと、あ、うん、作曲ってメロディー作ることじゃないですか、ソングライターは僕は教えてないです。要するに和声進行っていうのは、なんか一つの英会話みたいなもんで文法があるんですよ、はい、それを教えるのと、はい、あとリズムはまあもう、うん、ボーリリズム、新しいリズムをまあ教えるっていうのと、はい、あとはサキソフォン奏者なんで普通にサックスの先生としてサックス教室みたいな感じで教えてるだけで、あのソングライターは教えてないです。あそうなんですね、うん、あれでもほら、新音楽制作工房よくご存知ですね。はいもちろんです、はい、はいはいはい、そこの方々も一応生徒さんたちが、彼らはもともと僕の生徒なんだけど、あまりにも実力があるんでギルドにしたんですよ。なるほど、はい、もう投資だし、彼らと共にあの公募制作でやっていこうかなと、スキルトレードみたいな。そうですね、うんうんうん、はい、菊池さんが教えたっていうところをやはりこう感じます、彼らの制作する音楽性っていうのは自分を垣間見ますか。もちろんあのカンパクサーモンでもともと僕のファンだった人が多いですから、はい、まあまあそれはあの僕の音楽の中から取れるものは取ってるけど、うん、それだけだったらなんか弟子みたいな感じじゃないですか、うん、そんなんだったら工房作ろうと思わなかったと思いますよ、もう超えてきてるんで、あもうこいつらにも絶対かなわないなと思って、お、で彼ら全体をフックアップするために新音楽制作工房っていうあのギルドを作ったんですよね、で彼らはまあ僕の薫陶は受けてるけど、うん、大体最低でも 5,6 年長いと10年以上受けてるけども、もう全然僕超えてますね。だ先生と生徒先生とか呼ばれて授業料取ってる関係じゃねえなって思ったんで、そうしました。はあなるほど、ね、先生冥利に尽きると言いますか、まあ、年齢ももう様々な方ですか。うん、20代から僕と同い年までいます。あそうですか、うん、どうでしょう、まあ、ダンスミュージック私は本当ポップの頂点に思いますけれども、はい、今のこの、うんまあ、ヒットする曲の、うん、特徴とか感じることありますか。いや、まあ、特にコロナ入ってからになりますかね。そうですね、でもね本当にもう天丼になるけど、あの歌は世につれ世は歌につれってもちろん60なんですけど、たったそれだけ でも歌ってずいぶん変わったなと思いますし、はい、あとマーケットもテクノロジーもどんどん変わるじゃないですか、配信になったりさ、なんとか普遍のものもありますけどね、だから今のポップの特徴はっていうことをはなんか漠然と街の空気として知ってるだけで、うん、研究したり詳しかったりしないですね。そうですね、全然専門じゃないですもんね。まあ好きなもんはね聞いてますけど、うん、ええ、ニュービジュアル系とか出てきそうな気配しません？どういう感じですか？なんかやっぱりさ、うん、アバターとか、はい、何でもものすごいのが当たり前な感じになってきてるので、はい、なんか改めてまたビジュアル系っていうのが新しい形で出てきそうな気がするんですけどね。もっと装飾的にいろんな、そうそう、まあ、さっき の, あのコンピューターに影響を受けてっていうのと似てて、うん、そっちの派手さに、うん、がまあだんだん普通になってきて、うん、自らみんなまた飾り出すっていうか、まあ、キャンプじゃないですけれども、うん、ドラッグクイーンみたいに伝統的なやつじゃなくてね、新しいのが来るってことね。そうね、もっと、うんうん、新しい、うんうん、新しい、ちょっとそこまでは見えないけど、人間の手に見えないぐらいまでいっちゃう。そう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 、うん、あ、 あるかもしれないですね。じゃあまあポップに限らずで全然構わないんですけれども、はいはいはい、何かすごーと思った最近で一曲、はい、まあもちろん古いものを久々に聞いてすごーでもいいんですけれども、いやもうねこれももうね中壮年のセリフですけど、もう若いもんにはかなわないっていうか、若い人素晴らしいですよ、本当に何の文句もないね、若い人たちいい
あらゆるジャンルに素晴らしい才能があるから、はい、いいなと思って。だから ファンもいます、はい、あの勝手にだけどね、今僕の立場で直接コンタクトしてファンですとか言っちゃったら、なんかちょっとした小言じゃ済まなくなる可能性もあるじゃないですか。だから あえてもうすごい好きなアーティストの方とかはただ YouTube で見てるだけにしてるんですけど、そういうのはいくつかあります。プニプニ電気っていうね、プニプニ電気、プニプニ電気めちゃくちゃ好き。プニプニ電気。続きましてライブについて伺っていきたいんですけれども、はい、ジャズのライブ、はい、ズバリ何がいいんでしょうか。ジャズのライブは事故が起こることです、はい、事故演奏中に、うん、ジャズとクラシックだとかポップスをもし分けるとする場合、はい、ジャズはスポーツにすごく似てて、あのスポーツって例えば何でもいいんだけど、バスケだったらシュートしたけど失敗する、リバウンドがある、うん、次打ってまた失敗してリバウンドがある、次こそ入ったとかって言ってもゲームが止まんないでしょ、ボクシングなんて有効打だけだったらあっという間試合終わっちゃうじゃないですか、ほとんどが無効打なんですよ、うん、で有効打が何発か入って終わるわけでしょ、はい、演奏って上手い人がもう何のミスもなくやってるように聞こえるじゃないですか、だと実は事故だらけなんですよジャズは。事故が起きるんだけど演奏続くわけ、でそのリカバリーがあってリカバリーがあってっていうのを見て楽しいんだっていう意味では、スポーツにすごくスポーティーな音楽だと思います、ね、じゃあ現実そのお客様方で、うん、その事故に気がついてるなっていう感触とか、何割ぐらいの方が理解できてるんですかね。もう要するに例えばボクシングで打ってるけど当たんないとかね、うん、うまく避けたとかいうのはもうボクシング見る人の楽しみじゃないですか、ジャズ聴いてる人は演奏聴いて全部がいいなと思ってる、うん、要するにサッカー見てる人は全部がいいなと思ってる、まあ、だから間違いはないわけですよね、要するに、うん、ないんだけど、うん、パス通ってなかったり、シュートが入んなかったりしてるようなことは起きてるんですよ、はいはいはい、うん、まあその事故が起きてそれこと自体がエンターテインメントになってるんですよね、はい、に組み込まれてるんで、そこがジャズの、うん、あのジャズの要素だと思います、まあ、ライブという文字通りのことが起きてるわけですもんね。そうですね、うん、じゃあ逆にの良さを伺って、はい、まあ、ご自分の、まあ、個人的にと言いますか菊池成吉として最も大事にしていること、はい、全くスポーツの例えと同じになっちゃうんですけど、はいはい、チーム全員からいいプレーを引き出すことですよね、うん、それのことしか考えてないです、全員最高な状態にするっていうのを目指していってます、うん、はい、もう常にバンドマスターなんですもんね、もはや。そうですね、今はね、うんうん、その出される側に回ることはもうほぼ今ないんですもんね、その指示を出される側。ああ、まあ、うん、そうないですね、なくなっちゃ、減っちゃいましたね。そういう風になんかこうコントロールされてみたい欲望とかはないですか。いや、ありますよ。お前はこういう役だからこれやれって言われたら、言われた通りにするのも僕全然嫌いじゃないから。あ、本当ですか、うん、俺は俺のやりたいことやるんだとか、そんなあの出された人間じゃないんで、人に頼まれてこうやってくださいよって言われたらやりますけど、うん、だなんとなくねこの年になってくると減ってくんですよね、うん、若い子がね声かけてきてちょっと吹いてくれませんかとかね、言ってみてほしいような気もしないでもないけど、あ、まあそれは多少ありますけど、いずれにせよお任せになっちゃうんですよ。いやこっちは菊さんに指示出すなんて、まあね、恐れ多いですよみたいになっちゃうんだけど、いや、そんなこと言わないでよと思うんだけど、それ年寄りの寂しいところの一つですよね、みこしにあげられるから、まあまあまあね、うん、その裸の王様みたいになるのは怖いですよね。私でさえも若干そういう時は、うん、けなされは全くしないっていう状態は、はいはい、時々怖い時はありますね、うん、そうですね、うん、嬉しい、もちろん褒め言葉って最高で、うん、また明日も歌えるって思うんだけど、うん、ちょっと猜疑心というか本当かなってなんかその自分でほら実感としてここは良くなかったってはっきり分かってる場合もあるので、はいはい、そこを誰も言ってくんない時に、はい、本当かなっていうねのもありますよね。あ、うん、そうですね、うんうん、はい、じゃあここでなんですけれども、菊池さんが最近見たアーティストのライブ、はい、ね、ライブね、うん、まあ、ライブに行くだけでも貴重なんですけれども、東京よりいささか状況が悪かったニューヨーク、ジャズの都ですよね、もうニューヨーク出ちゃったっていうミュージシャンもいっぱいいるんですけど、はい、サンフランシスコ行っちゃったとかね、はい、いるんだけど、ニューヨークに踏みとどまったミュージシャンのライブが配信なんかが今コロナのおかげで発達したじゃないですか、で見れるようになって、うん、大抵いいですね、なんか要するに今は追い風じゃないから、めちゃめちゃアゲンストなんで、はい、向かい風の中でどうやって振る舞う、ジャズミュージシャンが振る舞うかっていうのが、大体いいですね、あの大御所から若手まで、うん、はい、まあ、一個名前挙げるとしたらハリシュラガバンっていうインド系のベーシストの人のクインテッドのライブがめちゃめちゃ良かったですけど、まあ、それだけじゃなくてアンブ
ブローズ・アキム・シーレとかね、いわゆるコロナ時代に、デビューしたり、コロナ時代に名を上げたジャズミュージシャンいっぱいあるんですよ。まあ、向こうはブラック・ライブズ・マターとコロナ重なちょっと重なってるんで、まあ、そういうのも含めて、怒りみたいなパワーがね、久しぶりにジャズに戻ってきた感じがして、おお、なるほど、とても良かったですね。はいはい、そろそろナルさんとはお別れの時間となってしまったのですが、はい、ここまでのこの活動の最もナルさんを奮い立たせた原動力、原動力ですか、呪いと体力ですね。私もその本名に歌という字が入っているので、はい、ある種呪われてるかなっていうふうには思ってますね。なるよしさんですからね。そうですね、まあ、やっぱ呪いがかけられてるし、あと体力がないと続かないんで、まあね、体力が大切です、ね、体力が原動力、まあ、そのまんまと言いますか。そうですね、走り込みましょう、走り込みましょう、あとは、まあ、教育者というか育ててる立場では何を伝えていると感じますか。音楽教育が、まあ、もちろん優れた音楽教育が日本にあるんだけども、はい、音楽教育で傷を負ってしまってる人もいっぱいんですよ。ピアノの先生がおっかなかったとかさ、先生がダメでとか言って、でそういう人が音楽嫌いになっちゃうことは大変な損害なので、はい、そういった人々が音楽を習うっていうことによるなんか一つの トラウマとは言いませんけども、傷みたいなものを回収できて、楽しく音楽を学び直して、やっぱ音楽ってめちゃめちゃいいなっていう、文法を習ってるだけでもこんなに面白いのかっていう気分になっていただきたくてやってますね。なるほど、はい、ウーアがナビゲートしてきましたワウミュージック、いかがでしたでしょうか。1ヶ月にわたり4名のアーティストとお話しさせてもらったんですけれども、皆さん心の伴った言葉を話してくださったなと思っています。自分自身について考えたり語ったり掘り下げること以上に、私の大好きなミュージシャンの生の言葉たちというのは、まあ、自分との違いを知るためにも、そしてこれからの成長につながるなと確信しております。ありがとうございました。来月のマンスリープレゼンターはモンゴル800の清作さんが担当します。そちらもどうぞお楽しみに。ということで1ヶ月間本当にありがとうございました。ここまでのお相手はウガでした。